今日のご飯何？今日は缶詰とか瓶詰とか。いいね。そうなんかな。そう？違うんだよ。なんかどんどん出てくるね。かわいそうだから。そんなことないわ。これ何？冷凍の春巻き。意外と美味しいんだ。
ま。サンマのかば焼き、やっぱり調子たわね。たまに食べると美味しいんだよね。見た目グロテスクなんだけど。3、4年ぶりで食べた。多分。そんな、うん、なんかもっと経ってそうなんだけど。そう？ここ来て食べたかなってさ。いや、食べてる。サバの缶詰は、なんか何年か前に。サバはよく食べてる。よくっていうか、よくじゃないよ、缶詰。まだ記憶には何年か前にあるけど。サバまだ1年経ってたのに食べたの。自分で買ってきて。そうめんにもサバ缶入れて食べたこともあるじゃん、うん、テレビに見て、美味しそうで。あれから2回ぐらい食べた。想像以上に美味しかったよ、うん、生臭いんじゃないかというイメージがあったけど、だんだん嫌になってくるけどね、うん、やっぱりさっぱりしてたら美味しいなとはなるけど、うん、最初食べた時には美味しかった。でも後になってやっぱりそうめんはさっぱりしてた方がいいなと思った、うん、言ってたもんね、よくさっぱりした食べ物を食べたいからそうめん食べるのに、それを油っこくする必要がないって、うん、だったら油っこいものを食べればいいって言ってたもんね、うん、っていうことは分かんないけどさ、私は美味しかったよね。美味しいよ。今年もこっそり一人で食べたんだ。本当。そうめん、サバ缶入れて。ごちそうさま。美味しかった。これ食べてね。これどんどん食べないと腐っちゃうから。お箸そのまま入れちゃった。昔よりもすごい具が多いんだよね。昔こんな具入ってなかったよ。ありがとう。